武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、鳥取大学の生物の、勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間90分で大問が4題、出題されています。で、問題の形式は記述と論述、が中心で、論述は字数指定のものと、字数が指定なく、まあ、その行の中で収めるように書くというような、ものが、出ている、形ですね。で、記述も、まあ、知識問題の設問が割と多いので、必修整理ノートなどのやり直しがかなり重要になります。またその論述に関しては、まあ、一個一個は短いんですが、ただ書く問題が結構多く出てきたりはしますので、論述の対策、は、まあ、あの問題集わざわざ論述のものを追加で、やるかどうかっていうのは、まあ、書けない場合には追加した方が、いいかとは思いますが、まあ、理系標準問題集など、のやり込み、しておけば十分、対応できるかなとは思います。で、問題の難易度としてはマーチレベル、しっかり解ければ十分、な程度ですね。で、実験や、データの問題も割と、出てきますので、まあ、読み取り能力、考察能力っていう部分も考えて、覚えて解くんじゃなくて自分で考えて解けるっていう部分をしっかり意識しておきましょう。で、まあ、あの論述さえ学んでればだけじゃなくて、記述の知識もいるっていう点を、考慮してしっかり学習するように心がけてください。以上が生物の勉強となります。